どうも、はい、ジュース。今回はですね、新年度が始まるにあたって、まあ、去年よりも、勉強面なのか、スポーツ面なのか、芸術面とかね、いろいろあると思うんだけど、こう、去年よりも飛躍したい。例えば、勉強面で言うんだったら、順位を上げたいとか、得点を伸ばしたいって思う方、そういう欲求を持ってる方に、ぜひ一つ、それをね、実現するために頭に留めておいてほしいことがある。で、それを伝えていこうと思います。でもそれをね、本編行く前にですね、完全にもいやらしい感じね、先日4月2日に出たね、本をね、こう出させてもらってるんですけど、しばらくこのトーク動画の時、ちょっと出させてください。あのね、ある本にどうしても売り上げ負けたくない本があって、いや、ちょっとそれ昔に出た本なんですけど、で、それにどうしても貸したいのね。そう、それはいつか話すわ。だから、ちょっとしばらくお付き合いください、この状態でね。さあ、行くぞ。で、まあ、いろんな要素があります。例えば、勉強において話すんだったら、もちろん、勉強をね、成績を伸ばすためには、いろんな要素があるんだけど、でも、その、成績、勉強においても、スポーツとか芸術ね、いろんな面において、伸びる人と、伸びない人、まあ、今まで塾講師でいろんな子見てきてさ、思うことなんですけど、まあ、共通点いろいろあるんですよ。あるんだけど、そのうちの一個として、ぜひ、自分のできないに、素直に向き合ってほしいの。自分のできないときちんと向き合ってください。これどういうことかっていうと、例えばね、じゃあ勉強しててできない問題があった時に、まあ、それはできないって普通に思うじゃないですか。で、もちろんそこでちゃんと定着するまで反復するとかやり直しするか。だから、まず1個目としては、できないことに出会った時に、それにちゃんと向き合って対処するかっていうところが大事なわけ。人はさ、もちろん完璧じゃないから、何かしらできないことがあるわけよ。どんな分野においても。で、その時に、それを、ああ、できねえわー、まあ、いっか、って放置する人のが圧倒的に多いです。どの分野でも多い。でもそこをちゃんと、あ、これができないんだ。じゃあ、どうすればいいかなって行動するかどうかって非常に大事なのね。で、それはまず一個なの。それはもう最低条件というか、伸びるためには絶対必要な条件なんだけど、もう一個が、その、素直に向き合ってほしい。その素直にってどういうことかっていうと、例えばじゃあ勉強みんながしてるとき、問題集でもいいわ。してるときに、できない問題とか間違った問題があったとするよね。丸付けしたときに間違ったの。でも自分できたと思ったんだよ。できたと思ったけど、あれなんか間違ってるみたいな。あ、ここ計算間違ってんのかって思ったときに、ちょっとしたミスって、まあ、次大丈夫っしょ。だって、ちょっとでかい、考え方合ってるし、みたいな。まあ、ちょっと計算ミスっちゃったから、まあ、いっか、みたいな。になるんだよね。で、この、まあ、大丈夫っしょっていうのって、積み重ねると足元救われるんだよね。基本的に、間違ったんだから、それは、間違い、惜しかったとしても、一個の間違いとして、きちんと向き合って、ちょっとしたミス。うっかりミスだったとしても、もう一回やろう。ちゃんとできるまで。ちゃんと自分で正解を導けるまで、もう一回やろう。っていうスタンスというか気持ちをしっかり持ってることって非常に大事だと思ってます。で、さっきも言ったように、これは積み重ねなの。一回それをやってしまったから、どうのこうのっていう問題ではないのね、正直。だから、たまたま今日はちょっと疲れてて、なんか気分的に、まあ一回今日は、みたいな。の時もあると思うの。で、それが一回やってしまったから、まあもう成績ブー、みたいな。そんな話じゃないんだけど。でも、その、まあ大丈夫っしょっていうのが積み重なってしまう。ずーっとそれを行ってしまうことによって、テスト、まあ受験もそうだけど、本番の時に、あれって、できない。あれ勉強したよな、ここ。みたいな。状態に陥りやすい。そうすると、やったのに伸びないっていう風になってしまう。やったのに伸びないのって、めちゃくちゃモチベーション持ってかれるからね。だって勉強したと思ってんだよ、みんな。したんだけど、まあ、やり方とか、そういったね、細かいところがちゃんとできてなくって、落とすっていうことは出てくるので、ぜひ、これからね、新年度入るにあたって、まあ、最初にも言ったように、勉強だろうが、スポーツだろうが、芸術だろうが、いろんな分野、何かをみんなが頑張ろうとしてる分野においては、ミスというか、失敗というか、できなかったことに対して、きちんと向き合う。で、一個一個対処していくっていう気持ちと、そのスタンス。をね、ぜひ大事にしていってください。